フィールド・オブ・ドリームスに登場する野球場ダイヤーズ・ビルはアメリカ合衆国アヨア州北東部に位置する都市。ダビューク都市圏の西端ダビューク市の中心部からは西へ約4 0トルに位置している。地域のほとんどはダビューク軍内に収まっているが、市西部のごく一部分が西隣のデラウェア軍にかかっている。市の中心は 北緯42度28分53秒成形91度7分15秒に位置し、人口は4058人、地域面積は1 1 9キロ平方メートルである。ダイアーズビルは1989年に公開された映画フィールド・オブ・ドリームスの舞台となった街として知られている。劇中で主人公霊がトウモロコシ畑を切り開いて作り上げた野球場は、 撮影終了後もダイアーズビルに残されている。バシリカ・オブ・セント・フランシス・ザビエルまた、ダイアーズ・ビルには、ダビュー区、広塚佐教区の管轄下に置かれているバシリカ、バシリカ・オブ・セント・フランシス・ザビエルが置かれている。フランシスコ・ザビエルの名を冠した、このゴシック様式のバシリカは1888年に建設され、1999年には国家歴史登録罪に指定された。 この教会は、セイフランシス・ザビエル小学校を運営しており、幼稚園から6年生までの児童を教育している。この小学校を卒業した児童は、同じくダビュー区、広塚佐教区の管轄下に置かれている、ベックマン高校に進学する。このベックマン高校は日本でいう中高一貫校にあたり、7年生から12年生までの生徒を教育している。 セイフランシス・ザビエル小学校、ベックマン高校のいずれも、ダイアーズビル市内に校舎を構えている。一方、公教育においては、ダイアーズビルはあまり恵まれた環境にあるとは言えない。ダイアーズビルは、ダビュー区軍の西半分をカバーする、西ダビュー区コミュニティ学区に属している。市内に一校だけある公立小学校、ダイアーズビル小学校は、小学校とは名乗っているものの、 実際には幼稚園児と1年生の教育しか行っていない。ダイアーズビル小学校の児童は2年生に進級すると南東に約1 2キロメートル離れたファーレーにあるドレクスラー小学校に通うことになる。このドレクスラー小学校では5年生までの児童の教育を行っている。ドレクスラー小学校を卒業した児童は同じくファーレーにある。 ドレクスラー中学校に8年生まで通う。9年生に進級すると、今度はハーレーからさらに東に、約6キロメートル離れたエプワースにある西ダビューク、高校に進学する。ダイヤーズビルには、国道20号線が通っている。アイオワ州北部を東西に、ほぼ一直線に横切る。この国道は、ダビュークとオータールーを結ぶ区間では4車線となっており、特に、 ダイアーズビルの西約1 3トル、デラウェア軍のアールビル伊勢は、ウォータールート試験に至るまで高速道路規格になっている。しかし、この国道20号線はダイアーズビル地域の南部を通っているのみであり、市の中心部に入るためには、アイオワ州道136号線に入らなければならない。ありがとうございます。